うございます。秘伝アルト社長、改めまして社長秘書を務めさせていただきます、伊豆です。よろしく。本当に俺今日からここの社長になるのかよ。人工知能搭載人型ロボ、その名もヒューマギア。物体認識の技術によって私が誰であるかを。まさか笑いに人生かけた芸人の俺が社長って本当に平気？一部地域で新たなヒューマギア先代社長がご指名したお孫様ですから。さあ飛び立とう、夢に向かって。じゃねえよ。ヒューマギアは人々の暮らしを豊かにし笑顔をもたらす、そんな我が社の理念に適任だと感じられたのです。ああ確かに笑いを取るのが芸人の仕事だけどさ。田代音がすぐに社長の座から引きずり下ろしてやる。え、何、めっちゃ見てる。おはようございます、秘伝アルト社長。おはようございます。行け。シンギュラリティが起きようとしている。データを回収しろ。オッケー。アルト社長のスケジュールですが、政府関係者により任意の事情聴取があります。は？どうぞ。内閣官房直属の対人工知能特務機関エイムズです。エイムズ、これより秘伝インテリジェンスに対し取り調べを行います。私は技術顧問の八重葉優亜、そして捜査官の不破勇だ。覚悟しろ。返答次第ではお前を連行する。連行？見つけた。君は僕の友達だ。手始めにこの会社を破壊して。しかしヒューマンギアの仕事は人々を笑顔に。違う人間を殺すんだよ。滅亡人雷ネットに接続。お前の会社が隠し事をしているのは分かってるぞ。は？先日都内の遊園地でヒューマンギアが人を襲った事件、主犯になったヒューマギアの痕跡が残っていませんでした。秘伝インテリジェンスが事実を隠蔽した疑いがあります。そのような記録は確認できません。だってよ、隠蔽体質相変わらずか。人工知能特別法の制定に伴い我々エイムズにはヒューマギアの違反を取り締まる権限があります。違反？どういうこと？第一条、ヒューマギアはいかなる理由においても人間に危害を加えてはならない。隠し通せると思うな。ヒューマギアは殺人マシンだ。言葉に気をつけろ、フワ。ピリピリしないの。俺の爆笑ギャグ見せてやるから。輝け社長なのに新入社員。はい、アルトじゃナイト。エマージェンシー、エマージェンシー、エマージェンシー。アルト社長、エマージェンシー、新車です。エマージェンシー。新車を検出。関係者以外の立ち入りを禁じます。人間は残らず殺す。
信じて畳みかける。開かない。は？武器の管理権限を持つ私の許可なしで、それは開かない。危険です。車内に避難する。アルト社長、被害が拡大する前にご対応を。俺？ただし、エイムズに正体がバレないようお願いします。やるしかねえか。ゼロワンドライバージャンプ。オーソライズ変身。プログライズはっ。ヒューマギアはぶっ潰す。違うだろ。狙うならあっち。え？俺は敵じゃないっつーの。おい、今の黄色いやつをどこに隠した。隠してねえって。あっちに逃げてった。取り逃がしたか。プログライズキーのロックを解除しろ。お前みたいな危ないやつに許可するわけがないだろ。エイムズの隊長は俺だ。そのエイムズの武装指揮権は私にある。とにかく手分けしてヒューマギアの行方を追跡するぞ。今のはただの防犯訓練です。ご安心ください。みんなを守ってくれてありがとな。アルト社長、社員を守るのが私の仕事ですから。お前のことは覚えておくよ。名前は？守です。これのすけ社長に名付けてもらいました。そっか、じゃあ俺の家族みたいなもんだな。早く修理しないとな。何度も申し上げますが、これは防犯訓練です。おい、その女お帰りください。非常事態ですよ。マスコミが張り付いたままです。会社としてどう対応するおつもりですか、社長。え？俺？誰が尻拭いをして差し上げたと思ってるんですか。この問題が表沙汰になれば我が社の信用は地に落ちます。その時は責任を取って社長を辞めていただきます。あたたたたたた、わしの前マジか。たった1日でクビ。エイムズ。これはこれは政府の方がどういったご用件で。用があるのは社長さんだけだ。昔から変わってねえな、この会社は。
ヒューマギアが殺人マシンであることを隠し、大勢の犠牲の上に成り立っている腐り切った会社だ。待ってくれ。ヒューマギアは人間の暮らしを豊かにする夢のマシンなんだよ。そうやってまた悲劇を繰り返す気か。かつて町一つが消えた爆発事故、デイブレイク。だが、あれはただの爆発事故じゃない。本当に起きたのはヒューマギアによる人間の大量殺戮だった。俺はあの日、あの場所で。人間は皆殺しだ。人間は皆殺しだ。その事実を非でインテリジェンスは隠蔽し、事故として処理した。お前の会社の悪事は全て俺が暴いてやる。僕の友達だ。この会社を破壊して。この会社を守るのが私の仕事です。違う違う、君の仕事は人間を殺すこと。滅亡人雷ネットに接続。リズ社長。誰だお前。僕、新時代の支配者かな。守、なんでそんな奴を社内に入れたんだ。滅亡人雷ネットの意志のままに。はあ、エカヌ。そのベルト。節電ライズ。目を覚ませ守る。お前はそんな奴じゃない。一度データを改ざんされたヒューマギアは元には戻りません。じゃあどうすりゃいいんだよ。破壊するしかありません。そうだ。あの僕、人間は皆殺しだ。ヒューマギアは残らずぶっ潰す。よせ、今のお前が扱える代物じゃない。俺がやると言ったらやる。俺がルールだ。マギアは絶対に許さない。はい。ヒューマギアの目で今の俺がある。ナルト、父さん。バルト、
夢に向かって飛べ。お父さん、ねえお父さん、お父さん。ヒューマギアが俺を守ってくれた。ヒューマギアは殺人マシンなんかじゃない。人類の夢だ。ヒューマギアは人を傷つける。人類の敵だ。一つ残らずぶっ潰す。起動しました。 Changing to Superbike Motorcycle Mode。 頭上に注意してください。止められるのはただ一人、俺だ。フォグライズキー confirmed. Ready to utilize. Grasshoppers aboard.
ヒューマギアが暴走したのは事実なんですか？現段階では何もお答えできません。ミレータギア痩せるだろう。なんだよ。おい、事実です。滅亡人雷ネットの意志のままに。真犯人は滅亡人雷ネットというテロリスト。奴らはヒューマギアをハッキングし人に危害を加えています。だから「ヒューマギアは悪くない。いろんな仕事をサポートできる夢のマシンだってことを私が証明します。あなたは秘伝インテリジェンス代表取締役社長秘伝アルトです。お笑い芸人のあなたが社長に？輝け社長なのに新入社員。はい、アルトじゃないと。今のは新入社員と輝くという意味の社員をかけた非常に面白いだけど、お願いだからギャグを説明しないで。次回仮面ライダーゼロワン。ロボットに寿司職人は務まらねえ。ヒューマギアは人間と心を通わせるパートナーだ。ヒューマギアの使い方も知らないのか。心はデータ化できますか。一つ教えておいてやる。心はデータ化できません。